はい、それではね、こちらスカイブルーカラーのですね、ギンガムチェックリネンの紹介になります。はい、でまずね、この生地の特徴なんですけども、心がねこう楽しくなるようなこのスカイブルーですね、サックスブルーカラーがねすごくねこう映える、そんなねギンガムチェックなんじゃないかなと思います。でベースになってる生地がやっぱりこうリネン 100% の生地なんですよね。実はねこれすごく上質でね、こう繊細なねこう糸で織り上げられた上質なリネンになっております。ぜひねこれ洋服なんかにもね使っていただきたいんですよね。すごくねこう着心地がいい作品出来上がるんじゃないかなと思います。はい、で厚みはですね、中肉厚かややねこう軽やかな素材感だと思います。どちらかというと細番手のねこう繊細な糸で織り上げてますので、非常にねこうふわっとしたねこうさらっとふわっとしたさらっとしたというかね、本当にこうナチュラル感のある風合いをねこう楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。非常にねこういった感じでねこう軽やかな質感なんじゃないかなと思います。はい、で次ドレープいってみましょう。ドレープもねこんな感じですね。でこれね洗うとねまたふわっとしたね風合いに変化していきますので、ぜひねこんなリネンの特徴になりますのでね、その辺をね楽しんでいただきたいなと思います。まあ作品はねやっぱりこうトップスをはじめとしてねお洋服全般にねこう使っていただきたいなと思います。はい、で最後にですね生地幅なんですけども、こちら138センチありますので、洋尺の方もね余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。今回ねブラウスとスカートと作ってセットアップでコーディネートしてみました。ね、チェックの柄ってちょっとカジュアルな雰囲気もあると思うんですけれども、こうしてセットアップにしていただいてもぐっとねよそ行きになるんじゃないかなと思います。素敵ですよ ね。でスカートと合わせやすく、上のブラウスは本当にシンプルな、ね、デザインで作ってみました。で、まあ、襟ぐりもノーカラーになっておりまして、でこちらはですねバイアス始末になっております。ちょっと見にくいかな。そう、同じ生地でねバイアスを作って始末しているんですけれども、こうしたねバイアスなんかも作りやすく縫いやすいタイプになっております。で、ね、お袖は肩からね少し下がっているドロップショルダーになりますので、デザイン性もあってね着やすいタイプになっております。ね、そしてスカート素敵ですよね。こちらねタック入りのスカートになっております。でタック入っているんですけれども、ここにねヨークのね切り替えがあるんですね。でそこから下がタックが入っていて、こう広がりねふんわりとしたシルエットのスカートになっております。タックもたっぷりね入っているんですけれども、そこまでボリューム感も出ずにすっきりとしたねシルエットで履けるのがね嬉しいんじゃないかと思います。でね、ウエストもゴム仕立てで作りやすく履きやすいタイプになります。ね、こうしてねブラウスをこう中にね入れてインしていただくコーディネートもね楽しめるんじゃないかと思います。でタックとか入るとねこうチェックの柄のね動きもねありますので、そういった変化もね楽しめるんじゃないかと思います。ね、ぜひこのようにねこうタックとかあとキャサーとかねたっぷりで入れていただいてもすっきり作ることができると思います。いろいろなねデザインで作っていただけたらと思います。